いやー、せつなきゅうすけです。さて、前回のパートでさ、予想外のゆりさんのエロさに、俺は股間が当たっちまった。この股間を切られないように、頑張りながら実況していきたいと思います。コンティニュー。ところでさ、思ったんやけどさ、これさ、色欲ってさ、毎回毎回メインヒロイン的な感じの人が、女の人が出てくるんよ。第1話で、ノエさんだったり、第2話だったら鈴木だったり、前回はゆりさんだったよな。今回はどんな人がメインヒロインとして出てくるのか、期待ですね。それじゃあ、お兄ちゃん、聞き込みに行ってみよう。ルナ、こんな時間に出歩いたら補導されるぞ。キャッチに行くついでに情報を集めてみるから、お前はドリームズで待ってるんだ。おお、なんか怒った顔は可愛いなーって思いたいところですが、そんなに可愛くないな。じゃあ、赤い糸電話でいつでも話せるようにしておいて。はいはい。紙コップに 丁寧にテルって書いてる。思い入れが強いみたいな感じになってる。赤い糸電話を入手しました。またこのアイテム出てくるんだ。おお、なんこれ。この新宿に現れるシザーガールの情報。ハサミが凶器の女ということしか分かっていない。もし霊などだとしたら、生前に似たような事件を起こしていたのかもしれない。街行く人々から情報を聞き出してみよう。BGM がなんかかっこいいな。さあ、どこ行くか決めれるみたいな感じなんだな。新宿か。行ってみたいな、新宿。田舎者の俺としては。さあ、ホストクラブのストリートに、セコンドストリートに、第2ストリート、第2通り、第2通りステーションに、駅か。奇襲事件って結構駅が中心になることが多いけど、行ってみるか、駅。新宿駅、行くぜ。この辺りならサラリーマンも多いから話を聞けそうだ。ほほほ、ザ・サラリーマンみたいな感じの、これなんか柔道の篠原なんちゃらって人みたいな感じの顔してるんやけど。 あれ 柔道家なのにサラリーマンみたいな格好してますね。あれ まあいいや、あの人に声をかけてみよう。ちょっとすみません。はい。あ、声高。最近この辺で起きてるシザーガールの事件で何かご存知ないですか？シザーガール？新しいお店が出てるの？はい？悪いけど興味ないなー。そうですか。声高いですね。他の人にも声をかけてみよう。ダメだ。会社勤めしてる人たちには事件にあまり関心がないみたいだ。新聞読まないんだろうな、今の人間は。読めよ、新聞。他の場所に行ってみよう。ダメか。ホスト行く前にちょっとこの第2通り行ってみるか。2番街か。第2通りっていう意味かなと思ったら2番街って意味。オカマってありますね。行きたくないですね。オカマとは関わりたくないですね、俺。ホスト行こう。ホスト戻ってきた感じになるけど、まあいいや。ホスト行こう。それじゃあ、聞き込みしてみようか。キラ先輩。キラ先輩。ちゃんと声掛けしてるか？はい、もちろんです。そうか。だけどこの辺は取り締まりが厳しくなってるから、他へ行った方がいいぜ。はい、わかりました。危ない。キャッチしてないのがバレるところだった。 やってないんじゃ。そっちちゃんとやってない。もう完全に操作の方に頭いっぱいなんじゃ。あれ？でも、キラ先輩にもキャッチができないなら、何をしていたんだ？怪しい。もしかして、キラ先輩もサボってるんじゃないの？わー、これは龍河さんに言ったら、キラ先輩の立場下げれるんじゃないの？わー、言っちゃおうかな。結局来るのか、2番街。オカマってあるあたりでちょっとオカマに絡まれそうで大丈夫かなーって、男とかありますからね。なんかちょっと嫌な感じの絡まれ方しそうな気がするんですけどね。行ってみましょう。あ、間違えた。
なんだか不気味な場所だ。まだかどうしたキラ先輩。あれキラ先輩だ。こんなところで何をしてるんだ。え、あのオカマの店に入ったぞ。え、キラ先輩オカマ大好き人間だったの。やめて、アメトークとかやったらオカマ大好き芸人とか出そうなんですけど、やめてやめて。で、キラ先輩そういうタイプの人間だったの。気になるな、ちょっと覗いてみよう。おっやばいのに出くわしたね。やばいのに出くわしちゃったね。俺は多分。わっ、ここの声。あ、つい逃げてしまった。もう一度あの店に行ってみよう。いや、あれは行かない方がいいやつの気がするけどね。あれ、キラ先輩もういないのか。やにもやりませんからやめてください。食べないでください。カバンちゃん出てきたわ。あまりの勢いにカバンちゃん出てきたわ。なんで追ってくるんだよ。ちょっとあんた狙われた。デル君が狙われた。あんたドリームズに入った新人ホストよね。キラ先輩から聞いたのか。急に追いかけて悪かったわね。黒町はカオスだけど頑張んなさい。黒町っていうかあんたが一番カオスですね。うん、こんなことは口に言ってはいけない。チャオ。わ、見た目にめっちゃ似合ってないような言葉遣いしている。怖っ。うまくいかないな。シザーガールの情報、もっと詳しい人を探した方がいいだろうか。というと、なんだ。ああ、ルナか。シュールだなこれ。紙コップ越しに話すって。どうしたルナ。お客さんが来たから龍河さんが戻ってきてって。わかったよルナ。仕方がない。また明日聞き込みをしてみよう。これそのお客さんが何かいい情報を知ってるパターンの感じかな。うお、シザーガール、夜の街に出没する通り魔の霊。お前は一体どこから現れるんだ。どうでもいいけど、このシザーガールの顔さ、なんか、恨みっこは次の日に出てきた女の子の一人に似たような顔だったよな。翌朝、ホストクラブドリームズ。ふう、もう朝か。ルナ、結局ここで寝ちゃったな。うちで一人で待ってるのも辛いもんな。ルナちゃん、この後ちゃんと学校行けるんかな。ルナ、夢を見てるのか。だがルナがここにいたら誰が猫ルナの面倒を見るんだろうな。おらんのか、家におるんか。そもそも猫ルナはお前が飼いたいって言うてからうちで飼い始めたはずだ。ルナどうなっているのかな。お腹空いたにゃー、お腹空いたにゃー。ごめん、猫ルナ、餌をあげ忘れて。でもお兄ちゃんが何とかしてくれるから私は寝るね。なにもう完全に、お前自分の名前を付けた猫のことをそんなに愛着持ってないのかお前。ネコルナの声かと思ったらサイレンだこれ。なんだか外が騒がしいな。何が起こった。火災か、テロか。テル、通り魔が出たってよ。えっ、わあ
完全に新聞と似たような展開。誰かやられたみたいだな。一足遅かった。ヤジ馬も集まっているな。おう、わあ、大柄の男って絶対さっきのお釜やん。この人とは話したくないな。やっぱ警察官とちょっと情報を共有したい。警察官が無線で話している。被害者は会社員の男性、局部を切り取られ病院へ搬送された。連続通り魔による犯行と思われる。シザーガールの模倣犯の可能性あり。はい、被害者死亡が確認された。本件も殺人事件に切り替えて捜査を開始。被害者死亡か。死んだんやな、ちゃんと。ちゃんとって言い方はよくないけど。キラ先輩、どう思いますか？あなたの推理は。警察も聞き取られた部分を探しているみたいだな。絶対に見つからない。レイが犯人じゃ見つけられるわけがない。テル？別にレイと決まったわけじゃないけどな。いや、てか、レイじゃなくてもさ、聞い取ったからにはどっかに処理するだろう。置いとくわけないだろう。そう思うけどね、俺。でさ、やっぱ話さなあかんのか、大柄な男。こいつとの接触は避けたかった。なんか嫌な目で見られそうだったもんね。あ、なんで？大柄な男、なんでキラ先輩出てくるんですか？ねえ、なんですか？あ！出たー！あら？うわー！出てくるたびに、テル君のドギモを投げます。おっす！チェリーちゃん。あ、チェリーちゃん。おはよう、キラちゃん。え、知り合いなんですか？そうだよ、チェリーちゃんにはお世話になってるんだ。そうよ、私たちマーブなダッジよ。あれ、俺チェリーちゃんの声似とんじゃねえこれ。キラ先輩、だから昨日2番街にいたんですね。うん、ん？テル、2番街までキャッチにいたのか。あ、いえ、たまたま通りかかっただけです。チェリーちゃんって、どっちかって言ったらグレープちゃんだろ。チェリーって名前つけられるような見た目じゃないこと自分で自覚しろよ。チェリーちゃんもこの事件気になってるのか。そうよ、なんかこれって昔この新宿で起きた事件と似てるのよね。昔ってあんた何歳だよ今。通り魔取材ギャルって呼ばれた通り魔事件とそっくりなのよ。そっくりっていうか、もうシザーガールって名前がもうそのままモロやないか。まあでもそのシザーガールは死んじゃったから別人なんでしょうからね。ああ、そうなんじゃ。この事件警察では解決できない。え、テル、お前も例の仕事だと思ってるのか。はい、キラ先輩、おそらくシザーガールは例の見る夢に逃げ込んでいるのだと思います。夢？何言ってるな。ユリさんがそうしていたように夢と現実を出入りしているのだと思います。だからどんなに警戒していても霧のように現れては消えてしまう。全ての証拠は夢の中に消えてしまうんです。そんな、だとしたらどうしようもないのかや。策はあります。スタップ細胞もあります。こっちから例の見る夢に入るんです。入れるの？狙ったようにその例の夢に。どういうことだ？シザーガールの夢に入り本体の例を成仏させるんです。そんなことができるのかよ。成仏は前回のパートでうまくいったもん な。あれは無理やりだったけどな。もう暴力に訴えかけたような感じだったけどな。圧力で。夢見の家系は例の見る夢に入ることができるんです。そして、その事件、この事件現場で被害者は襲われた。この場所に念が生まれ、シザーガールの夢と繋がったはずです。ここからなら、例の見る夢に入ることができるでしょう。さっきからあなたたちは何を言ってるの？置いてきぼりのチリちゃんであります。その通り、まあそんなもんですよ。それで、どうやって成仏させるんだ？シザーガールの弱点。
それは、陰部なの？陰部が弱点で弱点を聞いとるって？え、これもしかして過去になんか性的暴行を加えられたけ男に復讐してるようなそんな流れになってるシザーガール。考えよう。陰部を狙う理由、それはまだわからない。だが彼女が常に持っているもの、それはこの場所と同じく強い念を持っているに違いない。彼女の名前の由来でもあるそのものとは、ハサミが弱点。え、弱点を使わせてどういうこと？ピンポンなの？ハサミです。ハサミ？ハサミ弱ハサミ。シザーガールが狂気に使ったハサミは強すぎる念が霊化したのだと思われます。ハサミを破壊すればこの世での念もなくなり成仏する。今回は特化したものに執着しているから弱点も分かりやすいということです。そうか、ハサミを壊せばいいんだな。ん？それじゃあ早く霊の中に行こうぜ。いや、夢の中に行こうぜ。で、キラ先輩？何の力もない人が霊に近づくのは危険なんです。そもそも一般人を霊から遠ざけることが俺や母の使命だったんですけど。はぁ、あ、テル、俺も連れて行けよ。あれ、ね、なんかこういう熱い展開になってきてる。ダメです、キラ先輩。テル、先輩の言うことが聞けねえってのか。謎の先輩口調、なぜか謎の先輩面であります。こればっかりはキラ先輩の言うことでも聞けません。幽霊だとか夢だとかふざけやがって。ちょ、先輩走って。先輩どこへ？先輩、キラ先輩。ちえちゃん置いてけぼりでごめんね。でも君とはあまり関わりたくないからノータッチで行くね。今の話キラちゃんにしたのはまずかったわね。はい、知らなかったでしょうけどキラちゃんも霊に苦しめられてるのよ。え、どういうこと？キラ先輩が霊に苦しめられてるって、そんな感じはしませんでしたが。ドリームズに集まってくるのは暗い過去を背負った人たちばかり。夢見てるあんたもそうなんでしょ。わかるわよ。なんか理解されちゃった。テル君。あ、テル君。そうじゃ。二人の女性を助けられんかったっていう思いがある。ちょっとこの過去は暗いぞ。何も、今、霊に何かされてるわけじゃないのよ。霊にやられた過去を、いつまでも引きずって解決できないまま、今に至ってるの。これも、呪いってやつなのかしらね。デル、あなたにも何か力があるのなら、あの子を助けてあげてちょうだい。ケアちゃんには、過去を断ち切るけじめが必要なのよ。過去との向き合うのか。約束はできませんけど、僕に何かできることがあったら言ってください。じゃあね、また会いましょう。もう二度と会いたくないです。あ、いや、そんな結構友情的なそういう悲しい BGM 流した後で言われ、あ、ね、流しながら言われても嫌です。もう二度と会いたくないです。例にやられた過去、俺にも言えることなのかもしれない。高校同級生鈴木レミ、俺は高校霊、学校霊北にキヤコの罠にかかり彼女を死なせてしまった。キヤコがかけた振られたら死ぬという呪い、鈴木は俺に告白し殺された。いや、あれは鈴木が告白せんかった知らんかったやん。テルクのせいじゃないやん。そして俺はキヤコのいる高校から逃げてこの町にやってきた。そうやな、亡き母夢見ミミコは人は霊の世界を知りすぎてはならないと言った。全ては霊の存在を知りすぎてしまったために起きた悲劇だった。
だが俺はこのままでいいのか。死ぬ直前に鈴木は言った。いつか俺が大人になった時に助けに来てと。俺は霊から逃げてはいけない、そう言いたかったのか。今もあの学校で俺を待ち続けているのか。やばいなこれ。第5話第6話あたりでさ、リターントゥースクールみたいな話になるかもしれんね。学校になんか行くかもしれんなこれ。けど今はこのシザーガールじゃ。ここでちょっと気持ちが切り替わるんかな。久しぶりに見たね君の顔。あんまこういうことを言っちゃあかんのやけどさ、何度見ても中途半端なブサイクやな、レミちゃん。